三重県鈴鹿市で72歳の男性が熱中症で亡くなりました。消防によりますと、今日午前11時半ごろ、鈴鹿市内のドラッグストアの店員から、男性が車の中でぐったりして反応がないと119番通報があり、搬送先の病院で死亡が確認されました。車は駐車場でエンジンがかけられた状態で止まっていて、 救急隊が駆けつけたときには男性は意識がなく呼吸をしていなかったということです。続報でした